皆さんこんにちは、こんばんは、爽快キクです。今回もね、任天堂スイッチ版ダービースタレオン実況を始めていきたいと思います。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。本日はね、炭酸水をいただいております。さて、まだね、腰の方がね、そんなに良くなってなくて、まあ、先ほどね、図書館に行ってきたんですけど、まあ、腰が痛くてね、もうよちよち歩きで行ってきました。はい。うん。まあ、今回もね、30分程度で終わらせようかなと思ってます。まあ、座ってる分にはね、痛くないので、まあ、ね、まあ、できるっちゃできるんですけど、まあ、やっぱり、ね、長時間同じ姿勢をしていると立ち上がるときになんかすごい痛いですね。はい。うん、まあでも今回のね、流行り病後の腰痛はやっぱりそのなんていうかな、今までの腰痛とは違っていて、まあ、歩いてるときにすごい痛いんですよね。まあツイッターとかでググったら結構似たような症状の方がいてね。俺らも今腰痛ベルトを巻いてるんですけど、腰痛ベルトを巻かないととても歩けないような状態ですね。うん、だから学校とかね、もし学生だったら学校とか行ける状況ではないし、うん、本当にちょっと早く治ってほしいなっていうね、うん、なんかよくわかりません。はい。ね、ホースブレーカーの方でも話しましたけどね、ね、整形外科行ってきたんですけど、まあ炎症がひどくなってるということでね、なんか薬も効かないようだし、ね、温熱療法しかないって言われたんですけどね。はい。さて始めていきましょう。ピーコちゃん、ピーコちゃんね、ビクトラマイル4番人気6着でした。はい。ね、まあね、長距離の方がね合ってるイメージなんでね、高崎記念ちょっと期待しましょうよ。うん、あ、気合いのりいいですね。ピーコちゃんも絶好調にして良かったんでしたっけ、どうですかね。まあね、春シーズン最後の G1 なんで、まあちょっと絶好調で臨みましょうかね。まあそれで放牧出してね、秋に備えましょう。ピーコちゃんも5歳ですからね。はい。まあ、老期放牧中ですね。うん。まあ、人気の方がね、徐々に上がってきてね、安田記念も4番人気で、まあ惨敗ですけど。まあ、ただ東京はやっぱりそのズブイまでも差しで行かせるね、まあだからそういうの難しいんですけど、客室に、対戦相手の客室によってなんか柔軟に考えろっていうねコメントがありました。はい。東京だったら差しでもいいのかな、ズブイまでもね。競馬場によってもね、戦法は変えていかないといきませんね。まあそれでガラッシューズですね。目黒記念ね、入れ込みながら2番人気2着頑張りましたね。はい。まあ、図鑑記念目指してやっていきましょう。長距離し、まあ、長距離しっかりやりましょうね。はい。まあ、まあ、芝やろうか。この馬もね、成長型早めなんで、今がピークですよね。まあ、引っかかり癖があるんでね、それさえなければもうちょっとね、活躍できるような気がするんですけどね。まあ、キーホルダーはもうオープン特別からいきましょう。ちょっと現状ね、成長力に乏しいので。はい。ライジングさんもね、ちょっと能力が衰えてきたのかもしれませんね。ビクトリアマイルは10番人気で5着と好走したんですけど、ちょっと人気が落ちてるっていうのがね、気になりますよね。まあ状態いいですね。はい。まあ高塚に向かいましょう。はい。まあ、図書館ね、行ってきたんですけどね、ちょっとね、カード忘れていて、返すだけ返しに行ったんですけど、ちょっとなんか周りを見てみたら、リサイクル図書っていうのがあるんですね。それでね、三橋貴明さんのメディアの滞在、黒井文太郎さんのイスラムのテロリストっていう本をね、持ってきました。自由にお持ち帰りくださいという風に書いてあったんで、なんかもらっていいのかなと思って、もらったらあかんのかな、どうなんですか ね。だから最近思うのがね、本当にね、まあね、日本は賃金も上がらずに円安がね続いてますけど、まあでもね、安い金額でね、遊べるものが増えたなと思うんでね。でゲームもね、無料で遊べるゲームとか出てきて、まあ僕もね、ゲームは新作今年は買ってないから、唯一買ったのが何でしたっけ、
カプコンのね、あのレトロゲームの詰め合わせのゲームだけで、あれだけ新品で買って、まあ、ただ4000円ぐらいでしたからね、うん、だから新作一つも買ってませんね。ね、まあ、それで iPhone の方もね発表されましたけど、一番安いタイプが12万円ぐらいね、うん、ちょっと高いですよねやっぱり。うん、たっぽいね、たっぽいは芝やりましょうか。はい、まあ、12万円、一番高いのが二十何万って言ってましたね。まあ、俺らね、あの Android なんで、もうずっと Android なんで、一度ぐらいなんか iPhone を経験しておきたかったなっていう思いがありますね。皆さんでも中古とかで iPhone 買われてる方も多いんですかね。一度なんか、まあ、iPad は持ってるんですけどね、一度なんか iPhone 持ちたかったなっていう。さて、国会対象で2番人気1着でした。これまあ距離持つのかなね、ドゥラメンタアンドラステア。まあ500万はないよねこの時期はね。まあオープンでいきましょうか。中京に再ステークするのがレベル低いですかね。まあ、マイル挑戦します。はい。まあ、これは早熟ですよね。早熟で新馬戦2番人気っていうのはどうですかね。ちょっと期待できないかもしれませんね。はい。あ、それでさ、忘れてたのがさ、スサノを早く入球させろよってね。ね、前回からもう、回復してたんですけど、忘れていて、ね、入球させましょう。ね、菊花賞の秘密兵器とか言っときながらね、本当に秘密兵器で終わってしまうんで。ちょっとまずかったですね。まあ、ダートアスいっぱいやります。うん。まあ、ゆっくりやっていきましょうかね。はい。あとは、ね、入球させる間がいますね。ブラックサクラ。はい。うん。これはね、結構しっかりした馬体ですよね。何にしようか、名前ね。まあ、桜系がいいですよね。桜ウェーブにしようかね。うん、桜ウェーブ、まあね、気候がもうだいぶ涼しくなって車載動画とか撮りに行きたいんですけど、現状ちょっと難しいです。まあ原付で座ってるときは全然大丈夫なんですけどね、ちょっと歩くのがもうきついぐらいなんで、ちょっと取りに行きたいんですけどね。ウェーブウに点々ですよね。はい、これでいいですかね。よし、 OK。桜ウェーブ、桜ウェーブ。はい。まあ男馬ですからね。うん、まあそれで、マドンナの子供ね、はい。ドゥラメンテ。これ結構走るんじゃない？胸前がちょっと物足りないかな。どうですかね。ね、黄金配合ですからね。ビヨンセにしようかね。ビヨンセ、あれにね、海外の有名人って全然知らないんで、ビヨンセってどんな人なのか知りませんね。ね、渡辺直美さんが真似してるのは見たことありますけど。渡辺直美さんがね、なんかあれなんですかね、インスタグラムですかね、なんかずっと寝てるところを映していたらしくて、ねえ、よく勇気ありますね。昔なんかニコ生のね、Y さんが、競馬、プロ馬剣士 Y さんがね、なんか自分のね、寝てる姿をずっとカメラで映していて、なんか酔っ払ってたんですかね、ストロングゼロを飲んで酔っ払っていたのか、なんか寝てる時にパンツを下ろして、あそこをなんか書き出したっていう。それがすごいしっかり映っていてっていう話は聞いたことあるんですけど、僕は動画は見たことないんですけどね、そういう危険性があるっていうことを知ってるんですかね。ね、渡辺直美さんは。さ
さて、ごめんなさい、なんか無駄話多いね。はい、やっていきましょう。もういないですかね。まあ行きましょうか。翌週でいいんですかね。翌週。さて、ね、宝塚に宝塚記念ね、目指してね、やっていきましょう。はい、ピーコちゃん。まあこれまで絶好調にしてもいいよね。ライジクさん絶好調にしたらダメなんですよね。入れ込んでしまうのでね。老期放牧中ですね。はい、グラスシューズ三頭出しできますか。できますかね。まあ芝居やりましょう。これまあ気象さえ良ければね、かなり走ると思うんですけどね。まあ、キーホルダー何やったらいいんかな、これな。販路かな、販路。坂がダメですか、このまま。ちょっとよくわからないんですけど。まあでも胸前しっかり筋肉ありますからね。さて、ライジクさんもね、まあ、ダート。何やったらいいんですかね、販路やりましょうか。はい。競馬、リアル競馬、今日から秋競馬ですか、どうですか。まあ、タッポイちょっとマイル戦使ってみましょうか。2勝クラスもう出れるんですね。はい、 1200m どうかな。まあ、1004使ってみましょうかね。チタ特別。はい、まあ1008で勝ってたよね、確かね、これまね1008で勝ってるんで、まあ、スサノオですね。スサノオ期待してるんで、あ、2回調教しましょうかね。はい、どんどん鍛えていきましょう。菊花賞の秘密兵器。リアル競馬はちょっと全然ね、馬柱を見てなくて、今日からね、あの秋競馬だと思うんですけど、まあね、あの、まあ、秋 G1 ね、もちろん予想はやるか分かりませんけどね、あの Vlog やる予定でね、予想をやりつつ Vlog やった方がいいかな。それで予想をなんか Vlog で変えてもいいですか。なんかパドックとか見て変えて、それで案外ね、あの変えてしまって負けてしまったみたいなね。そういうのネタ的に面白くないですか。オイラとしてはだから、その皆さんに勝ってる姿を見せたいわけじゃないんですよ。あ、もちろん勝ちたい気持ちもありますけど、負けてる姿を見せていこうという気持ちがあって、まあ、それで、まあね、小さい金額でも楽しめるんだよっていうことをね、まあ、示していきたいんですけど、やっぱり皆さんね、お金持ちでお金を大金かけてバーってね、当たってる人の動画を見る方がね、楽しいんですからね。オイラのマイノリティな動画は誰も見てくれないっていうね。まあ、国会対象任せでいいですかね。まあ、そんな期待できないと思うんでね。行きましょうか。はい、翌週ですね。はい、ピコちゃん。ピコちゃん絶好調にしましょう。はい、メルさんでお願いします。ガラスシューズもね、まあ、万全の状態ですね。これまでね、絶好調にしたらダメでしょうね。はい、ライジクさんもダメですよね。はい、三頭出し出れますかね。まあ、松山ジョッキーのきます。はい。まあ、ピーコちゃんね、完璧な状態にしましょう。まあ、馬なりでやって、まあ、合わせ馬ですかね。完璧ですね。はい、 OK です。まあ、それでガラスシューズはね、まあ、馬体重はね、輸送はないんでね、442で出しましょうか。444、まあ、ダートやりましょうかね。はい、まあ、軽めで大きってもね、結構ね、あの競馬場で入れ込むんで、まあ、運次第ですよね。はい、キーホルダー、まあ半路やりましょうか。はい、
まあ、だからね、これからね PS5、PS4 でも新作が出ますけど、バルキリープロファイルとかねやりたいんですけど、もう正直お金ないですよ。新作買うお金ないですよ、おいらは。中古待ちですね。もうそんなばかりになってきたわ。なんかね、中古待ちで、あ、販路なんかやった。まあいいか、これ販路でいいね。はい、まあ、これでいいですかね。馬体重こんなもんか。ちょっと太いのかな、どうですかね。まあ、バルキリープロファイルやりたいな。面白そうですよね。あとグランツーリスモ7はね、いつか買おうと思っていて、もうだいぶ安くなってるんで、中古の方はね。一時期1980円で売ってましたからね、買おうかなと思って迷ってたんですけど、今ちょっと上がってますね。うん、まあね、スターオーシャン6も出ますね。ね、どうですかね、あれはね。あれ戻ってきました、これは。プレスリー。え、今言われたなんかちょっと見てなかったんで、もう登録しましょうね。はい。まあ、長距離戦で、あ、2200メートルありますね。はい、出しましょう。基礎側とこです。はい、OK です。うん。うん、まあ、行きましょうかね。もういいよね。ね、3頭出しできるのかな。巻きましょう。翌週。中距離 G はまだ1勝もしてませんからね。春の G1 シーズン、ピーコちゃんに一番期待ですね。人気と実力を兼ね備えた名馬たちの激戦、まもなくスタートとなります。まあ、里台とか差し馬ですからね、後ろから行ってね、ストロングタイタ詰まってくれたらいいんだけどね。まずは先行争い、内から押して9番奇跡、2番手、里台結構前につけました ね、 18番ね、その横にピーコちゃん、これを見るように内側7番ライジングさん、1番人気13番佐藤ダイヤモンド、いい石ですね、佐藤ダイヤモンド。そのうち6番アフリカ、あ、でもね、いい石つけてますね、ピンクちゃんはね。はい、なんとかついていってほしい。佐藤のダイヤモンドがもうちょっと後ろから行ってくれたらね、楽しみにやるんですけど、盤石の位置取りですね、佐藤ダイね。なんとかね、前に出て進路を塞いでほしいんですけどね。内押さえて1番ストロングタイト、1000メートルの通過タイムは1分1秒。ババどうでした、ババややもぐらいちょっと渋ってるのかな。1馬身相手4番メロディーレーン、3コーナーに差し掛かろうとしています。14番コパノ神宮後方、18番各馬一段となっています。先頭は18番ゼービンと、下がらく9番奇跡、7番まあ、シュバルブランとかちょっと苦しい位置入ってますからね。ね、まあライバル、サトダイヤ。サトダイがどういう、もうちょっとやばいね、これね。2頭で叩け、もうすごい素足。もう一気に抜けられた。ついてけ、なんとかついてかわせ。ちょっと苦しいわ、サトダイヤはこれ。最後バテろ、サトダイバテろ。ピーコちゃんついてけ、ピーコちゃん。苦しいな。うちが粘るんやね。ねえ、まあ、乾杯ですね。はい、あ、そうか、クロノジェシスも出てたんですね。まあ、ちょっと通用しないな。まあ、ガラスシューザーね、入り込んでたらちょっと苦しいですよね。まあ、ライジングさんはもうダメか。繁殖あげようか。ねえ、もう能力が落ちてきた感じがしますね。最後なんか、
ね、そのなんだ北海道のクイーンステークス出しましょうかね、はい、ちょっと一旦切りますね、うん、はい行きましょう、サクサク行きましょうね、とも一生たけし君できます、はい、たっぽいですね、ちさ特別たっぽいね、2勝クラスぐらいはね軽く突破してほしいですね、あっさのも今週なんですね、基礎が特別と、うん、誰乗っけますかね、一番なんか菊花賞とかで乗り換わりのなさそうなジョッキーで有名どころ松山ジョッキー、松山ジョッキー乗っけようか、はい、うん、走りたいね、2歳新馬、ね、はい、スプリンターですかね、これはね 1200m デビューだ、うん、誰乗っけよう、田辺ジョッキー乗っけましょうかね、はい、あ、桜咲も 1200m デビューですね。あ、1200m デビューでもね、後々と、超、下回ってね、長距離走るタイプもいるんでね。はい。まあ、男隼人に乗っけましょう。うん。はい。まあ、まあ、2歳馬ね、このままね、角張ってるからね、肩の筋肉ね、距離持つと思うんですけどね。うん。まあ、行きましょうか。まあ、スタノーやね、状態、どうですか、どうですか、まあ、ダートやりましょうか、はい、芝やっとこうか、スピードもそろそろ鍛えないとね、ね、うん、いいですね、成長が感じられるんでねえかな、たっぽい、うん、まあ、芝炭素強めで、ライジクさんちょっとね、あのね、あの夏場のクイーンステークスに行ってダメだったらもう引退させましょうかね、はい、牝馬限定戦ね、うん、はい、それまでねお任せでいきましょう、もうちょっと苦しいですよね、まあ、5月1週2級なんですけどね、うん、まあ、キーホルダーはね販路でいいですかね、まあ、函館だとやっぱりね先行のがいいですからね、うん、ガラスシューズまだいけますね、タフだねお主ね、うん、まあ 2000m もね十分こなせるんで、まあ、まあどう使おうかな、函館記念使いましょうか、はい、うん、まあ、ピーコちゃんもまだいけるんですけど、まあ放牧ですね、はい、まあ、ちょっと G1 苦しいかなね、うん、はい、さていきましょうか、翌週ですね、翌週、さてこれは同じレース出したらいかんやつやな、ね、ステラリード、ドゥモワゼル、ワームソリュー、まあ、まあそこまで強くないのかなね、え、まあ不良ババやね、まあレース期間は2頭とも走るんですかね、ねえ期待できそうですね、はい、函館競馬3レース2歳新馬芝 1200m コンディションは不良、スタートしました、うん、10頭、まあ、2頭ほどしごいてますね、まずは先行争い、はい、まあ、スキップできます、ディロス、さてどうでしょう、ね、わずかに先頭か、ここからが勝負、2頭の争いになってほしいんですけどね、どうですかね、意外と伸びません ね、 ここ ね、 ね、頑張れ頑張れ、2頭とも頑張れ頑張れ、桜咲く狙っている、粘ってくれ粘ってくれ、ちょっとやばいよやばいやばい、根性見せろ根性見せろ根性見せろ、よしねえ、本当やばかったんですね、不良馬場の影響なんですかね、ちょっとだらしない競馬 だね、あのね、うん、走り体年はね、まあ、これも距離伸びていけると思うんでね、桜咲くはね、ね、やれるんじゃないかな、うん、はい、さてスサノオがダメですね、あれ2勝クラス突破できないの、まあレースかな、ちょっと思いのほか成長してませんね、
もうちょっとね、2勝クラスではちょっと力が上だと思ってたんですけど、ちょっとがっかりですね、これは。中京競馬8レース。菊花賞の秘密兵器なんて言ってましたけど、そんな前もんじゃないんですかね。うん、消灯数の競馬ですから。ややばらついたスタートです。さて、どの馬が先頭か。スキップできます。シャイニングデイズ。さて、うちね、うちババはそんな悪くないんで、頑張れ。ちょっと根性見せろよ。ちょっと突き放されたな。ダメだね。ダメだこれ。完敗ですね。203でってあまり記憶にないんですけど、そこそこ走った馬ですか。実力の違いを見せつけました。おお、やられてしまいましたね。はい。さて、たっぽいですね。1004。根性がそれほどない。シャインビッドゥ。うん。まあ、レベルはそこまで高くないんで、まあ、先行で行かせましょう。はい。まあ、こういう時、差しでもいいんかな。ああ、でもまあ、逃げ回少ないから。いいか。先行で行こう。レース。中京はね、直線がそこそこ長いですからね。さて行きましょう。中京競馬9レース3歳以上2勝クラス芝 1400m コンディションは良。スタートしました。少しばらつきました。まあ、スキップできます。まずは先行争い。シャインビッドゥ先頭に立った。さてね、2番人気の馬が頑張ってますけど、させさせ、よし、先頭立った。粘ってくれ粘ってくれ。 Welcome to this stage time。完勝ですね。はい、よし。先頭で合輪。一着八番タッポイ。つい歌いたくなりました。タッポイに来たら。三着は混戦の模様です。うん、いいね、いいね。タッポイ成長してるね。ね。うん、まあ完勝でした。はい、このままね、あの血をつなげたいですね。ターちゃんの血をね。タッポイね。うん。さて、キーホルダー、うん、まあ、コスモヘレノスね、まあ、重賞でも活躍する馬ですから、あ、ダイオナッチョーレが52キロで収支的には勝ってるのかな。まあ、総合印負けてるか、うん、まあ、ちょっと逃げていく内訳だし、逃げていこう、うん、レース。だからね、もう最近は新作のゲームがもう買えなくて、うん、まあ、ゲームファンとしてはね、買いたい気持ちがあるんですけど、うん、不良馬場ですね。函館競馬10レース、オープン。なんかね、ファミ通のね、販売本数とか見ても売れてませんよね。あのスプラトゥーン3が発売されたんですけど、さすがにスプラトゥーン3は、まあ、めちゃくちゃ売れると思うんですけど、まあゼノブレイド3とかね、まあ、地球防衛軍とか出ましたけど、まあ、10万ぐらいじゃないですか。10万本ぐらいでしょ。昔のこと考えたら ね、50万とか30万とか当たり前に売れてた時代ね、プレステ1の時代ね、プレステ2とか、そんな売れる時代じゃないんですね。まあ、スキップいきましょう。1ですよ、うん、コスモヘレノスもね、あの前から行く馬かね。あ、プロビナージも、ちょ、いけばいいか、ちょっと外から来てる。外から来て、粘ってから、ちょっと差し競馬になったね、これね。差し競馬になったわ。垂れたね。まあでも、ね、差し競馬になったなんか2着っていうのは頑張りましたね。なかなか勝てないなっていう。うん、悪くはないんですけど、うん。結構レベル高かったですね、当選クラウンとかね。はい、ギザギザハート、ね、胸前の筋肉がすごい盛り上がっていて、まあ、絆3区タブガールごめんなさい、まあ、これいい馬体ですよね、ピョン吉3区と、うん、まあ、これはね、あの肩の筋肉角張ってるんで意外と距離が持ったら嬉しいですよね。はい、
はい、箱尾ですね。はい、放牧でーす。走りたい年がそうか、オープンシティの子供か。ね。まあ、どうでしょうか。はい。あ、女プレスリー気球ですね。まあ、女プレスリーもね、まあ、万世だからね。これからの間だと思うんで。まあ、2000メートルぐらいならね、こなしそうですからね、車ね。はい。桜咲くがね、あ、そうか、桜桜の子供なんだ。まあ、もうちょっとね、距離伸ばしてみましょうよね。まあ、ね、どうしましょうかね。まあ、コスモス賞を使ってみましょうか。あ、専用からのはいいかな。ね、ダリア賞を使います。はい、ダリア賞買ったらね、新潟2歳ステークス行かせましょう。スサノオがっかりですね。ねえ、案外距離持たないのかな。肩の筋肉がちょっと暗くて見えないんですよね。実況で見た方が見やすいかな、ひょっとしたらね。まあ、ちょっと 2600m 出します。距離がどこまで持つんかね。案外距離持たなかったりするのかもしれませんよ。そんな感じがします。たっぽいですね。たっぽいですね。岩田未来ジョッキーで。まあ、参照クラスで、1008どうかな。あ、1002ありますね。はい。佐世保ステークス使います。1002どうですか ?1006 ぐらいのがいいかな。マイルの方がいいですかね。まあ、ライジングさんもね、お任せできます。まあ、キーホルダーもね、どうしましょうか。まあ、今のメンツ、重賞レベルといってもね、過言ではないんですけどね。まあ、福島テレビオープン使います。はい。ちょっとね、G1 取るには足りないような、まあ、ばっかりやね。まあ、いっぱい貯金しましょうか。はい。まあ、ガラシューズもね、長距離戦走るんで、コメント一応見れるかな。入球、あ、そっか、もう入球か。ね、はい。ましょう。ギザギザハート。ギザギザハート。ハート、ハート。何も思いつきませんね。走りたがるにしようか。ね、はい。走りたがる。はい。走りたがる、走りたがる。ね、勝ちたがるっていう馬がいたんでしたっけ、リアルで。ね、はい。まあ、現状、立冬に入れましょうね。まずは、関西のね、G1 を取ってから行きましょう。まあ、それでタフガール、まあ、これもね、短距離バーだと思うんだけどね。ピョン吉が 2000m こなせましたからね、案外距離が持つのかもしれません。牝馬だね。何にしようか。適当にターとか入れて。何もないな。か、タカラジェンヌにしようか。はい。タカラジェンヌって、宝塚歌劇のね、あの方のことをタカラジェンヌって言うんですよ。宝塚にいたら、なんかね、よく歩いてるんですよね。宝塚ジェンヌの方が歩いてるんですよ。それでなんか、うちの母親がね、逆さ川駅の、昔西武だったんですよね。今、何なってるのかな、変わってると思いますけど、駅前のその商業施設で、マヤミキさんとね、なんか衝突したことがあるっていう話をね、してましたね。なんかマヤミキさんはすごいいい方で、ごめんなさいみたいな感じだったらしいですよ。なんか言ってました。はい。タカラジェンヌ。え、あ、まあ、いいか。もう、ちょっと、ぼーっとしましたね。嫌な気した言ってたね。まあ、頑張ってもらいましょう。はい。ひょっとしたらね、ダービー取れる器かもしれませんよ。ね、東京、関東入れてよかったな、みたいな感じになるかもしれません。
さて、まあ、全然進んでないんですけど、もう30分近くやってるね、30分以上経ってる ね、もうちょっとやりましょう、今週までやりましょうかね。はい、たっぽいのちょっとレース見たいけど、8月1週まだ先やね、うん、ねえ、あ、ちょっとやったらあかんかったね。まあでもいいかな、レース後やるのもね。うん、この後お任せでね、いきましょう。あ、7月2週までやりましょうね。はい。ガラスシューズ、函館記念。うん。まあ、カード言うわね。うん。砂もね、2600m。初めての長距離で、ね、頑張ってほしい。うん。戸田啓太、ミラクルジョッキー、戸田啓太ジョッキーに乗っけましょう。はい。あ、ピコちゃん、ピコちゃん聞くやね。はい。任せでやってもらおう。うん。はい。まあ、スタノーですね。まあ、ダートやりましょうか。スピード足らんのかな、どうですか、スピードやろうか。はい。うん、OK でーす。うん。まあ、プレスリーとかお任せでいいかな。ね。はい。まあ、行きましょう。タッポイ、タッポイは期待してるんで、うん、まあ、スピードチョキやりましょうか。はい。はい、でごめんなさいね、足がしびれて腰が痛いわけではないんですけど、おそらく立ち上がったら腰痛いと思うんですけど、座ってる状態では全然痛くないので、で寝てる時とかもそんな痛くないんで、まあ、それは、ね、そこまでね、うん、だからね、歩いてる時が痛くてね、まあ、ライジクさんお任せやね、うん、まあ、キーホルダーもお任せで、ガラスシューズ、はい、まあ、ガラスシューズ学んでいきましょう、輸送ですからね、はい、うん、まあ、いきましょうか、翌週ですね。ローキー回復してない、まだローキーはまだかね、まだですかね。翌週さて、あ、やっぱり距離大丈夫だね。まあ相手は弱いんでね、逃げていこうよ。ね、内枠だから、もう安全策で逃げていくわ。うん、55キロ半で、突破半でっていうのはちょっと心配ですね。うん、真ん中、気象でしたっけ？気象荒いんだ、このままね。うん、完璧な状態とか、しない方がいいですかね。うん、福島競馬、9レース。3歳以上、2勝クラス。芝 2600m、コンディションは良。スタートしました。うん、少しばらついたスタートになりました。まず何が行きますか。内から押して3番、うん、これはついてますね。アルムフォルザ、ちょっと手応えが怪しいですね。大丈夫でしょうか。スサノ差を詰める、頑張れ頑張れ、先頭立て、競り合いに勝て、競り合いに勝て、負けるな、ちょっと外から来とるよ、持たないね。逃げはやっぱり難しいな、ねえ、うん、まあ、完敗ですね、うん、逃げはやっぱり垂れるようになってきたのかな、アップデゴね、うんうん、さてガラシューズ、まあ、これ先行でいこうか。ガラシューズ逃げていっても垂れんような気がするけどね、垂れるかちょっと試してみようか。逃げで内枠ですからね、逃げで行かせて、まあスタミナ抜群ですから、垂れるかどうか、ちょっとパドック見るわ。さすがに入れ込んでたら垂れると思うんでね、逃がすとね。うん、あ、いいですね。ね、リラックスしてますよ。うん、まあ、逃げていかせましょう。はい、うん。さて、レース。まあね、引っかかる馬ですからね、どうしても逃がすとやっぱり最後垂れるかな。函館競馬10レース G3 函館記念芝2000m、うん、まあいい、 OKOK、
フファンド。あとは引っかからない。あ、ちょっと打ち荒れとるわ。ね、打ち荒れてる。おい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 。あー、これ打ち枠損やな。ねえ。16番トランスワープ行為を切り。まあ今のところかかってることはないか。ね。あ、この位置でいいですよ。だけど打ち開くでしょこれ。打ち荒れてるから、ね。あとは悪い打ちを通って伸びるのかどうかね。各馬1コーナーに入っていきます。あ、でも俺はついてるんでスキップできます。はい、まあ、内が開くと思うんだけど伸びるのかなこれ内からね。どうですか。頑張れ頑張れ。さっさっさせ。手応えある、手応えある、手応えある。馬場の悪い位置を取って、しかし伸びない。やっぱ内悪いよ馬場がね。伸びないよこんなの。まあ、運がないですね。こういう時内開く最悪ですよね。はい、まあ悪いレースじゃありませんでしたね。逃げてもまあいけるなという感じで、はい、うん、というわけで今回ねこれで終了しましょう。はい、うん、なんか早く G1 取りたいですね。ね、さっき全然 G1 取ってないんで、うん、はい、まあ、G1 取れそうな馬が今いないからね。国家大賞とかね、うん、どうですかこの馬。新馬戦で2番人気っていうのがね、うん、プレスリー、いわき特別、はい、出しましょう。うん、あ、ローキ級ですね、はい。まあ、今、G1 に一番近い馬っていうのが、誰なんでしょうね。ローキ、タッポイ。プレスリーもね、意外とやると思うんですよね。うん、8月1週でしたっけ。ね、これ意外と走るんじゃないのかなっていう。というわけでね、今回これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。